36系美信川浦富士における、寸州王冠寸州王冠は、海の国と駿河国を結ぶ街道の一つ。なお、寸州王冠とは、海の側からの呼び方で、本来は、東海道側からの甲州王冠が正式な故障。甲府から、修道王冠と共に、五街道の一つである、甲州街道から分れ南下。途中山の神にて笛吹川を目指して南下するルートと、 南西へ進み、鎌梨川を渡るルートに分かれる。笛吹きルートは、笛吹き川を渡り、宇ばくにて小人湖方面へ南下する、中道王館と分かれた後は、黒沢菓子を経由し、藤川の東岸を進むのに対し、鎌梨ルートは、追い分けにて、韮崎市方面から南下してきた、西郷理事と合流し、梶じか沢菓子を経由し、藤川の西岸を進む。 西島で分かれていた二つの道は合流し、その後はほぼ、富士川の西岸を進んでいく。貝の国と駿河国の境にある万沢にて沖津へ向かうルートと岩淵へ向かうルートに再度分かれ、さらに岩淵へ向かうルートは、芝川にて、雄宿へ向かうルートに分かれる。いずれのルートも、五街道の一つである東海道と合流する。寸州王館には、様々な別名があり、常述の 甲州王館の他近世の資料用語としては、京南地方の別名である、川地領を通ることから、川地路がもっぱら用いられ、付近に、三の山駆動寺があり、区間の一部は、参拝客が多く往来することから、三の路と呼ばれることもある。また、藤川沿いを通っていることから、藤川街道とも呼ばれることがあるが、寸州王館の内藤川街道と呼ばれるのは、 カ野国の追い分けから万沢までの区間であり、追い分け以北は、寸州王館ではなく、西郷寺の部分を、藤川街道と呼ぶ。寸州王館の脇王館である東、河内路は、岩間村において、寸州王館から分岐し、岩間、床葉、帯金、大島、内線など、藤川左岸の東、河内両を通過し、駿河国稲子で藤川を溶かし、再び、 寸州王冠と交流する道。別称に、寸州脇王冠、大宮王冠。現在では岩間から稲駒に JR 身延線が通過している。軍事面や物流面で重要な街道であった上、身延山への参拝客などで利用者が多かった。一方で、後日の難所が点在していたことから、宿場も短い区間で設けられている。また、これらの宿場町は、 軍事郎や藤川水運の経営地でもあったことから、花火、和紙、旅、硯、建設、日本茶やマスホのゆずなど、地場産業が発達している。なお、穴山信ぶ天馬手形宇津市では岩間、下山、南部、万沢、内房が、恋愛の宿として記されている。川地路、美信道か味方和紙をき通塾の間は、現在の国道52号がほぼ同じルートで、通っている。 岩淵ルート、ユ井ルート以下の地域は、寸州王冠沿いに形成された村で、街道の分岐点や、都下の待機地点のため、旗小屋茶屋が存在していた可能性がある。三大急流と呼ばれる藤川と連なる山地の間を通っていたことから、梶川菓子から南にかけていくつもの要所、難所が存在した。江戸時代の家人である、黒川春村は、 寸州王冠の険しさを語っており、特に海の国から駿河国へ下る場合は、藤川水運もあるのでわざわざ街道を使う者はいないとまで記している。戸坂梶風和菓子の南にある箱原から西島宿の間にある断崖絶壁の峠。寸州王冠が整備された当初はここを通す技術がまだ未発達であったことから箱原から 戸坂の渡しと呼ばれる渡し船で一度東岸へ渡り、そこから岩間宿まで東側のルートを取り、岩間宿からは岩崎の渡しと呼ばれる渡し船で西岸へ戻るルートを取っていた。二つの渡しを合わせて両越の渡しと呼ばれることもある。しかし両越の渡しも富士川が増水した場合は使用できなかったため、しばらくして戸坂の断崖を切り開き、桟橋を設置した。 新道切り道士が作られるようになる。これによりとかせずに往来できるようになるが、道幅が非常に狭く通行はと好みに限られていた。新道切り道士は明治以降拡幅され、現在は大型車も通行することが可能であるが、土砂崩れに備えて、箱現代一道門から箱現代七道門まで道門が七つも設置されていることなどその険しさは今でも体感することができる。 戸坂の私があった場所は現在鹿島橋、岩崎の私があった場所は京南橋が架けられている。引くなり道切り石から妖怪市場の間にある峠。戸坂同様断崖絶壁の難所であり、断崖を切り開いて作られたものの道幅は2.7メートル程度と非常に狭かった。また、大雨が降ると崖崩れが頻繁に起き、特に 安西江戸地震の時は大規模な土砂崩れにより復旧に困難を極めていた。そのため霧石と洋貝市場の間は1 2トルと一里もないが天候次第で足止めをよく受けていたことからこの両側に宿場が整備されていた。現在では自動車で2分程度で通過できるが霧石道門が設置されており、また道幅は あまり広くなく大型車による交通事故が多発する地帯となっている。早川の横渡し、オブジェクと下山宿の間に藤川の支流である早川が流れている。この早川は、甲州一の暴れ川と呼ばれるほど水流が速く、ここを渡し船で渡過することは非常に苦労していた。一方、秋冬にかけては水量が減ることからこの間だけ目標がかけられ、 両岸の村で維持管理を行っていた。ここも日下り道同様足止めをよく受けることから、もともと城下町的役割を担っていた下山だけでなく、お部にも宿場が整備されている。昭和になり早川の横渡しの場所に早川橋が架けられ、戦後下流側にバイパス的役割で新早川橋も架けられたことで、この難所は過去のものになりつつある。災行峠南部塾と、 マンザー塾の間にある峠。名前の由来は、平安時代の歌人である西行がこの峠を越えたという伝承のほか、渡り、職人が常宿した集落を指す俗語に由来するとする説がある。西行は、部門の羊で、放炎六年に出家し様集などを旅し、各地で和歌を読んでいる。西行が会を訪れた確実な記録は見られないが、 当地のか身の部を訪れたとする伝承も存在する。西行に関する伝承は二人あり、一つは、新古今和歌集に密集した、風になびく富士の煙の空に消えてゆくえも知れぬ、我が思いかなの歌が西行峠で読まれたとするもので、江戸時代後期に、飼いの国史で紹介された。もう一つは西行がこの地を訪問した際に、地元の民と歌の問答を行い、 地元の民が読んだ歌の意味が分からず、逃げ去ったとする伝承で、大正期には山中京湖、海の落葉で紹介されている。同様の伝承は、日本各地に存在する。勾配が厳しく、穴山の君による、発球文書には、火が落ちた場合、この峠を越えず手前の南部宿で、一夜を過ごすよう記されている。現在は、川沿いの断崖を切り開いて道路が設置されたが、 災行道門が設置され、上規制による通行止めがかかる場所でもある。なお、大正時代に、大町慶月がここを訪れた最古の峠の、頂上から、天出山地の間から見える富士山の素晴らしさを、慶月前集に残し、三坂峠や北都市にある、加水坂と、並び、甲州富士見山系と称されている。長峰三里、万沢塾から、 獅子原塾の間にある海国と駿河国の国境の峠。全長は2里であるが高低差が激しく三里に相当することからこの名前が付けられている。戦国時代は、まだ未整備で、武田信玄による駿河信攻の時はこのルートを避けて、内坊と去った峠を経由し、駿河平定後も、穴山信君による天馬は、起きつルートではなくない防を通る岩淵、または、 ゆいルートとなっているのも、この長峰に三里があったからである。現在国道52号は、長峰に三里を避けるルートとなっているが、長峰に三里も、山道として徒歩による通行は可能である。ありがとうございます。